方の方を。ね、皆さんの方でまだ泣いてないです。あ、もう泣き始めました。もう泣き始めました。あ、ね、あのね、油染みの泣き声がね、こっちに憧れの泣き声なんですけどね。ただあの道東地区の方でも、あの一箇所だけミミゼミがね生息しているところがあって、屈斜路湖の和琴半島ってところなんですけどね。なんでそこだけですねミミゼミがいるのかなっていただいて、ちょっと異変感じたらすぐね。あの連絡を伝えていただければと思います。おいほーい、おーい、大丈夫そうですね。大丈夫です。ね、ありますよね。なんとなくわかりますよね。で、これをね、ずっと辿っていくと、最終的には一湖の方まで行きます。で、この一湖を越えると200メートル近いもう断崖絶壁の海なんですね。ですので、海につながってる道だっていうことですよね。で、ここはね、本当よく熊が使ってます。12月とか4月っていうのは、本当風が強くてですね、台風並みのね風が吹いたりするんですよね。まあ、そんな時にねこうやって根こそぎ倒されたりするんですけど、これトドマツっていう木なんですけどね。ただ皆さんねよく見ていただくと根が浅いですよね、結構ね。これがね知床五湖の特徴的な環境なんですよね。昔はですねやっぱり知床連山、そのね知床連山がよくね噴火して爆発してましたね。特に知床溶岩なんかは山体崩壊なんかもして、その岩石なだれがね、こうやって堆積したところに、
すごいよね。これも一の木って言いましてね、北海道でアイヌ語でオンコの木って呼ぶんですけども、飛騨高山なんかでもね、一刀彫りなんかで有名な、ね、木ですよね。非常に高級な木なんですけどね。聖徳太子なんかもね、釈をこう持ってますけどね。あんな写真がね、教科書で結構出てましたけど、聖徳太子が持ってる釈の木の種類が1位なんですよね。昔はね、釈の木の種類によって1、2、3位って位が決まってたっていうね、言われてます。これもね、先ほど倒れてた1位の木なんですけども、この1位の木はね、もう枯れて死んじゃってますね。この葉っぱはツルアジサイっていう、このツルの野生のアジサイの葉っぱなんですよね。それがね、この1位の木に巻きついてるっていうことなんですけどね。皆さんね、ちょっと見ていただきたいんですけども、この皮なんか剥がされちゃってますね。これ何によって剥がされたかお分かりになりますでしょうかね。クマ？クマではなくて、同じ大型哺乳類なんですけども、鹿。そう、鹿なんですよね。鹿がね、この厳しい冬をね、乗り越えるために、もう雪がですね、全部葉っぱの上とか笹の上にね、覆いかぶさっちゃうので、なかなかね、葉っぱも食べられなくなっちゃうので、この木の陰にこうね、入っていくといったね、そんなね、状況でしょうかね。ぬくもりを持ってた、はい、この辺まで来ていただいて、はい、皆さんこの辺来てくださいね。あ、そこまで行かなくていいですよ、もうちょっと、はい、で、この木に注目していて、わかります？本当だ、ね、熊の爪跡ですね。上まで、上まで登るの？そう、熊ね、木登り上手ですからね、あっという間にてっぺんまで行っちゃいます。すごいバランスもいいんですよね。でどっちかっていうと、この爪痕は、クマはね、降りてくるときにお尻からこうやって降りてくるんですよね。その時に自分の体を、しかしたら一周歩いてる間に出てくるかもしれないですね。だいぶね、もう出てきてますね。これが知床五湖の五湖になりますね。で、一番小さい湖なんですけれども、でもね、ここはですね、この知床連山がすっぽり全部入るので、人気の高いね、湖となりますね。あ、森がね、綺麗に湖に映ってますね。では皆さんね、よろしかったら、お写真撮ったりしますよ。撮りますのでね。もしよかったら、この五湖の看板をですね、バックにね、湖、カエルたちをね、すごい綺麗。エザカガエル。トンボが北海道にしかいないカエルですね。カエル見えないよ。ちっちゃすぎて。あ、ルリートトンボ綺麗ですね。このトンボが綺麗。行くよ。これ若いトドマツなんですが、これ植えたわけじゃないんですよね。自然に生えてきたんですけども、クリスマスツリーにそっくりですよね。実はね、このクリスマスツリーってモミの木ってイメージがあるんですが、トドマツの木でもね、結構使われてるんですよね。こうやって枝が上を向いてるので、ですので飾り付けなんかもしやすいっていうことですね。ここは知床四湖です。なかなか動いてくれませんね。で、この湖の中にはですね、もともとは魚がいなかったんですけども、大正と昭和の初期にこちらもね、開拓に入ってます。12月の頭ぐらいになると観光撤去をして、スケートリンクみたいになるんですよね。そのスケートリンクみたいなので、ね、すごい大きな穴がね、一気に開いてる。
ね、これ誰が開けたかわかりますか、うん、あ、鹿が近くにいるんですね。今鹿がちょっとないか、キツツキがいるんですね。じゃあそれが何のために開けたかお分かりになります、ね、何のためにこれだけの穴を開けた、あ、そう、あの巣にするためにはね、あの結構上の方に丸から開けるんですけども、今ね言われたようにね、そう、虫を食べるため、ね、このそうね、皆さんね、ここ上がるとね、あの写真がね、いい点で撮れる。そんなね、シマフクロウなんかがそういったね、エゾアカガエルの繁殖期に飛んできたりね、しますし、まあ、家の庭にも飛んできますしね、家の屋根の上にも止まったりもね、するんですけどね、そうですね、ハリーポッターの白フクロウよりも大きいフクロウですね、シマフクロウ。まあ、やっぱり夜行性なんでね、本当に暖かくなりますからね。だから、ま、外がね、マイナス20度でも、まあ、冬でもね、タオルケットすらかけないで寝てますからね、家の中あのうちの子たち布団かけるっていう習性がなくてね、本州に行くとね、布団が重くて、三個が見えてきました。撮ってるよ、ね、こちらがね、3個になるんですけどね。3個はね、ちょっと大きいんですけども、ずっと一周ぐるーっとね、回っていくので、正面ぐらいまでね、行きますね。ねえ、これもね、何百年とね、生き続けてる水ならのケース。じゃあ、ちょっと穴に顔を突っ込んでみたいと思います。お、青空が見えますね。どうぞ見てください。あ、本当。見てごらん。どうぞ見てくださいね。よく撮ってますね。とかスジクワガタとか、うん、そういったのってね、結構ね、冬も越したりするんで、あ、そうですか、ね、結構ね、買ったりすると、子供の頃夏休みにね、よく追いかけたけど、そうです、涼しいよ、うん、かわいいですね、昨日の夜が嘘みたいだ、この中涼しい、うん、おーい、あ、人がいます、あ、います、います、ね、ちょうどあそこまで行きますか、はい、獣道、うん、そうそうそう、これもね、獣道なんですよ、ね、まあ、鹿とか歩いてんじゃないですかね、ここはね、ちょっとちっちゃい足だ、ね、
はね、ダオスダ1660メートルの日本の百名山にも入ってるね、あの斜面登ると3時間半から5時間半ぐらいかけてね、登るんですけどね。で、上まで行きますとね、もうね、国後島の野付半島がね、目の前に見えますよね。で、そして、はい。ガマですね、ガマの方ですね、秋になるとフランクルートのね、茶色いね、穂ができて、それをほぐすと白い穂がぶわっとこうなりますけどね、そのエゾの羊の穀に咲く花って言って、羊の穀って10時から11時なので、ので山水の川の骨って書いて甲骨って言いますね、まあ、ネムのはね、こっちのね、地方の名前ですけどね。だから午後からのツアーで来ると全く咲いてないんですよ。あ、そう。もうしぼんじゃうんですよ。やっぱり仏の花ね、睡蓮って言ったら。睡蓮とかね、有名なのはあのこっちの方だと網走関門、あそこの韓国に渡るね、橋のところにすごい立派な睡蓮があります。これもね、七かまどの木なんですけどね、ちょっともう紅葉し始めてますね。ここは2個、後ろに見えるのが羅臼岳です。後ろに。大変だったんですね。そういう家畜に与える水がなかったもので、ここにですね、牛を連れてきて、それで切り開いて、それで放牧させて、ここの一個の湖の水を飲ましてたっていうね、そんな時代があったんですね。で、1964年にね、こちらもね、作りっぽいんですね。それから10年間ぐらいかけてね、皆さん、まあ、将来、次の世代にですね、この大自然を残してあげたってこともあって、トトロの町とかシャリの町に、祭りしまったっていうことですね。あ、そうですね、今はショータン、初めにドローン撮ってくれましたけど、ドローン撮れなかった。ここの周りにあるシダみたいな、
知床岳の先端が知床岬で、その知床岳をずっと右側の方にね、スライドしていくと、あのちょっとガレバナっていうところに。大丈夫大丈夫。川湯温泉の近くの硫黄山です。匂いがすごいです。時間は夕方の5時16分。すごい匂いですね。硫黄山アトサヌプリと書いてあります。阿寒摩周湖、阿寒摩周国立公園です。
すごい匂いです。温泉卵を思い出しますね。どんどん吹き出してますね。すごいですよ。このお湯は触るとやけどしそうなくらい熱いです。はい、どうぞ歩いて降りてきてください。気をつけて、気をつけて。暑い暑い。はい、動画動画。はい、降りてきて。こっち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 降りてきて。はいはいはい、どうでしたか。暑かった。感想。暑かった。暑かった。はい、どいて。すごく暑い蒸気が吹き出しています。すごいですよ。目が痛くて開けられません。すごいです。うわ、体が熱い。やけどしそうです。だから逃げます。すごい煙が上がっていますよ。目が開けてらんないくらい痛いです。いやー、まあ一番上もあります。まあいい、これいつ、あの多分爆発かもしれない。おかしくないね。いや、いいところ来たでしょ。見た、これ煙が出た。